それでは参りましょう。ガンダムトライエージ出ます。さあここで初めて両者のモビルスーツパイロット確認するわけですけれども、なるほど、またねヤンガンのミドルとはちょっと違ったカード選びを見せてくれるのがオールエイジクラスかなと思うんですけれども、さあビルドアクション発動となっております。第1ラウンドどのように仕掛けていくのでしょうか。2人ともビルドモビルスーツですね。もうね昔はビルドモビルスーツしかなかったんですけど、途中からオルフェンズの稼働とともにフレームシステムが出たりとか、本当にいろんなシステムがねどんどん増えてってますよ。それこそバトルパートナーとかもそうだし、ジオーダーもどんどん増えてったしみたいなところありますよね。だって最初あれですよ、なんとかシステムっていうのはエイジシステムぐらいしかなかった。そうですね、エイジシステム起動っていうはい最初イメージありましたもんね。なんとかシステムっていうのもすごい増えたし、さっきファーストラウンドでもちょっと話してたんですけど、最初の方ってよく大会で出てたモビルスーツアビリティは即列とか、そうですね、不沈とか、不沈がイメージあるね、いっぱい出てたんですけど、第4回かなかなんかは変形がいっぱい出たりとかっていう時もあったので、今や本当に数えられないぐらいのモビルスーツアビリティがあってね、その時々によってね全然違ってきますからね。さあまずは第1ラウンド、カレーパンさんが攻撃フェーズ、マスターさん防御フェーズです。アシストカットは失敗となったようです。バトル1、シャイニングガンダム対ガンダム、あ、いいですね、モビルスーツアビリティダッハ発動。スピードバースト、バースト大成功。先行を取ったのはシャイニングガンダム。アタック 30% 増加して、さらにクリティカル発生のパイロットスキルを加えてアタックゲージパーフェクト。さあ対しますはディフェンスバースト、バースト大成功。さあこのロックオンとハロのカードがね今日すごい人気ありますね。大会でも店舗大会でもよく登場しているカードだなと思います。さあ対しますガンダムの攻撃、アタックゲージパーフェクト、 50% ガード、ダメージは100。バトル 2、 SD ナイトガンダム対ゼータガンダムバイオセンサー、先行を取ったのは SD ナイトガンダム。モービルスーツアビリティ強撃、ここで出ました、にっこり笑顔。強撃がですね今日ファーストラウンドでもかなり猛威を振るっていまして、ここで黄金神スペリオルカイザーのサポートアタックが入ります。コンビネーションアタックですね。いやこの強撃がねまた相手にさらに追加ダメージ与えられますので、かなりこの後も登場するんじゃないでしょうか。ダメージ 50% に軽減のパイロットつけられまして1900のダメージ。続いてゼータガンダムバイオセンサーの攻撃、こちらもロックオン乗せてますね、ディフェンスバースト。ちなみにこの防御力をゼロにするっていうパイロットスキルは2つ前の精鋭小隊選抜計画、3つ前かなでティエリアが持ってて登場したパイロットスキルで、その時めちゃくちゃ人気だったんですよね、同時ね。バトル3、黄金神スペリオルカイザー対ガンダムエクシア、黄金神スペリオルカイザーモビルスーツアビリティダッハ発動。スピードバースト、バースト大成功。さあ先行を取ったのはガンダムエクシア。さあここで必殺制圧、流星号のイグニッションカード発動です。切ない BGM ですね、なんかね。さあダメージ 50% に軽減、ドモンドレインのパイロットスキルあってダメージは500、攻撃を封印します。さあ星は動かず、はい、続いてのラウンドに入っていきます。さあここで G オーダー発動、バースト封じですね。カレーパンさんの方の G オーダーバースト封じが入っております。はい、アタックと必殺技アップさせてダメージ軽減。さあこちらも同じくダメージ軽減入っております。作戦フェーズが入れ替わって第2ラウンド、カレーパンさんが防御フェーズ、マスターさんが攻撃フェーズです。アシストカットは成功となったようです。バトル1 SE ナイトガンダム対ガンダムエクシア。スピードバースト、バースト大成功。先行を取ったのはガンダムエクシア。ここで出ましたモビルスーツアビリティ、強撃発動。さあ強撃持ち同士のバトルとなっております。はい、おーっとここで全てのモビルスーツがサポートアタックに入っております。6940のダメージ、そしてガンダムのサポートアタック6200のダメージ、そしてガンダムエクシア必殺技発動。2万を超える大ダメージ、SD ナイトガンダムここで撃破。0対1。バトル2、シャイニングガンダム対ガンダム、アシストカット成功しております。シャイニングガンダムの先行。さあクリティカル発生のパイロットスキルも加えております。アタッケージパーフェクト。さあガンダムは残り HP3750、 ディフェンスバースト、バスト大成功。クリティカル2万を超える大ダメージ、ガンダムここで撃破となってしまいました。1対1。さあバトル3、こちらもアシストカット成功しております。黄金神スペリオルカイザーの先行、対しますはゼータガンダムバイオセンサー。黄金神スペリオルカイザー必殺技発動。クリティカル発生、オルガンド三日月のパイロットスキルも加えて、毎回なら大きいですね、このパイロットスキルね。さあ対しますはディフェンスバースト。クリティカル8060のダメージ、データガンダムここで撃破。2対1。さあ2対1で続いてのラウンドへ参りましょう。さあまだ分かりませんからね、どんな展開となるのか。さあここで G オーダートライアルフィールド発動です。相手のアビリティを封じます。作戦フェーズが入れ替わってのラウンドです。カレーパンさんが攻撃フェーズ、マスターさん防御フェーズ。さあ両者クイックボーナスも入っております。アシストカットは失敗となったようです。バトル版 SD ナイトガンダム対ゼータガンダムバイオセンサー。先行を取ったのは SD ナイトガンダム。必殺技発動。さあここは強撃が出ずというところですね。アタックエイジパーフェクト。対しますはディフェンスバースト。さあガロード&ティファのディフェンスバーストでクリティカル5320のダメージ。続いてゼータガンダムバイオセンサーの攻撃、こちらもディフェンスバーストになります。アタックエージパーフェクト。ディフェンスバースト、バースト大成功。ここでバトルパートナーを呼びます。バースト L ダメージマイナス 80%、1990のダメージ。バトル2シャイニングガンダム対ガンダム。スピードバースト、バースト大成功。先行はシャイニングガンダム。アタックエージパーフェクト。さあ対しますはガンダムのディフェンスバースト、バースト大成功。ここでバトルパートナー呼びます。バースト L ダメージマイナス 80%、 クリティカル 15760 の大ダメージ。ガンダムここで撃破。さあ見事勝利したのはカレーパンさんです。おめでとうございます。おめでとうございます。それでは参りましょう。ガンダムトライエイジ出ます。さあここで両者のモビルスーツパイロットが登場です。まずはエース効果の発動からスタートしております。相手のエース効果が発動。さあエース効果でバースト数字が入ってますね、はい、おアビリティ封じも入ったりとかしております。打破アビリティを封じるというね、モビルスーツアビリティがビルドアクションが両者入りましたね。さあまずは三日月&オルが覚醒です。ハイパーバーストが追加されて必殺プラス500されています。まずは第1ラウンド、 K さんが攻撃フェーズ、ラプラスさんが防御フェーズです。それこそ G パワーがこのラウンド1の時点でもうある程度あるっていうのもなかなか私最初なかったから、もうすごい最初もう最初から必殺技を打てるのかもしれないっていうのが、そうですね、稼働当初はそういうアビリティとか、まあ、もちろんビルドアクションとかもなかったし、なのでそうですね、もう今やこれがね、そうですね、結構普通にはなってますけど、ね、バリアブルでも必要になってくるので、ね、すごい重要ですよね。さあバトル1ガンダムエクシア対黄金神スペリオルカイザー。さあエクシアには専用機であるセツナが乗っておりますが、ここで黄金神スペリオルカイザーフルドライブ発動、出力全開。タックエッジパーフェクト。おっと、ここで出ましたガンダムエクシアトランザム発動。2070のダメージ、そのガンダムエクシアが続けて攻撃、そしてモビルスーツアメリティ強撃発動。あここでゼックスが持っているシャイニングガンダムがサポートアタックで入りますのでクリティカル発生です。6200のダメージ、そして大越スペリオルカイザーがアタックエッジパーフェクト。2680のダメージでここで撃破となります。1対0、すごいね、会場からゼックスコールが出て、本当に出ることあんだなと思いました。さあ続いてバトル2、シャイニングガンダム対ベアッカイさん。さあ今回からね、この強撃を持っているベアッカイさん、ファーストラウンドでもたくさん登場してまして、ベアッカイさんは登場した当初はビルドウェポンとか持って登場して、まあすごい可愛らしい見た目で、今までのトライエージにない感じの攻撃モーションで登場をしてくれたモビルスーツなんですけれども、今回またね再び人気があります。ここでベアカイさん9540のダメージ撃破。2対0。バトル3、アシストカット成功しております。ダブルオークワンタフルセイバーの先行、対しますはガンダムバイル。アタックエッジパーフェクト。さあ対しますは覚醒しております三日月&オルガ、ハイパーディフェンスバースト、バースト大成功。120のダメージ。続いてガンダムバイルの攻撃。アタックエッジパーフェクト。 48% ガード1940のダメージ。ここでビルドアクション発動です。アタックを減少させてますね。はい、両者パイロットスキル発動となっておりまして、同じパイロットスキルを持った刹那が持ってますので、アタックと必殺技それぞれダウンですが、ここでモビルスーツアビリティ壊滅発動。そこで壊滅で狙っていったのは黄金神スペリオルカイザー。ダメージは100、パワーアップ効果が解除されます。作戦フェーズが入れ替わって第2ラウンド、 K さんが防御フェーズ、ラプラスさんが攻撃フェーズです。さあここからどのように仕掛けていくのでしょうか。本当に今登場しているパイロットカードもモビルスーツカードも全部、大会とかですごく人気があって、みんなが作戦にこう取り入れてくるカードなので、ぜひ、なるほどという勉強にみんなで使っていただいて、配信見てる方もね、ぜひチェックしていただきたいと思います。今から手に入るカードも全然あります。ここからデルタウォーズ2弾のカードもありますので、ぜひねチェックしてください。バトル1、ガンダムバイル対黄金神スペリオルカイザー。モビルスーツアビリティダハ発動、黄金神スペリオルカイザー。さあ先行を取ったのは黄金神スペリオルカイザー。ガロードとリファのパイロットスキルも加えてアタックゲージパーフェクト。ハイパーディフェンスバスト、バスト大成功。ここでバトルパートナーを呼びます。バースト L ダメージマイナス 85%、 1960のダメージ。続いてガンダムバイルの攻撃。アタックゲージパーフェクト。さあ対しますはディフェンスバースト、バースト大成功。660のダメージ。バトル2ガンダムエクシア対レア界さん、どちらも刹那が乗っております。バーストバトル、さあこのステージ今回初めて、バーストバトル刹那同士のバーストバトルです。互角、互角さらち。バーストブレイク決めたのは K さん。すごいね、すごいね。さあ先行を取ったのはガンダムエクシア。アタックゲージパーフェクト、 50% ガード、ダメージは100。続いてベアッカイさんの攻撃、必殺技発動。これがね出たばっかりの時すごい可愛くて、そうですね、女の子のトライエイジユーザーなんかはすごい使ってくれてたんじゃないかなと思うんですけど、はい、アタックゲージパーフェクト。50% ガード、1570のダメージ、シャキーン。バトル3アシストカット成功しております。シャイニングガンダムの先行、対しますはダブルオークワンとフルセイバー。さあゼクスのパイロットスキルでアタックゲージパーフェクト。さあ対しますはディフェンスバースト、バースト大成功。ここでバトルパートナーを呼びます。バースト L ダメージマイナス 80%、 クリティカル2100のダメージ。続いてクワンタフルセイバーの攻撃、アタックゲージグレート、 50% ガード、490のダメージ。さあこのラウンドは両者 HP の削り合いとなりましたね。さあまずは K さん G オーダー発動、相手のアビリティを封じます。さあそしてラプラスさんも G オーダー発動、アビリティ封じなので、ステージはすべてのアビリティが封じられた状態になりました。ということはもう、ぶつかるしかありません。はい、さあでは K さんが攻撃フェーズ、ラプラスさん防御フェーズです。アシストカット成功となりました。バトル版ガンダムエクシア対ダブルオークワンタフルセイバー、スピードバースト、バスト大成功。先行を取ったのはガンダムエクシア。アタックゲージパーフェクト。さあ対しますはディフェンスバースト、バースト大成功、ダメージ100。続いてガンダムダブルオークワンタフルセイバー、アタックゲージパーフェクト、 50% ガード、ダメージ100。バトル2シャイニングガンダム対ベアッカイさん、ここは両者スピードバスト、スピードプラス 10% アップとバースト大成功。先行を取ったのはベアッカイさん。アタックゲージパーフェクト。 50% ガード、ダメージ100。続いてシャイニングガンダムの攻撃。アタックゲージパーフェクト。 50% ガード、クリティカル。7450のダメージ、ペアカイさんここで耐えました。バトル3アシストカット成功しております。黄金神スペリオルカイザーの先行、対しますはガンダムバイル。アタックゲージパーフェクト。バースト大成功。クリティカル5630のダメージ、ガンダムバイル耐えました。そのガンダムバイルの攻撃、アタックゲージパーフェクト。対しますはディフェンスバースト、バースト大成功。ダメージ120。さあここも両者 HP 削り合って終了となっております。いや2人の強い思いがぶつかってますね。ファイナルラウンド、 K さんが防御フェーズ、ラプラスさんが攻撃フェーズです。モニターには K さんのバトルの様子が映し出されております。さあファイナルラウンドここで3機撃破できなくても、その時の撃破数やダメージ数で勝利が決まるファイナルラウンドです。もうね、ファーストラウンド、今日ファイナルラウンドまでもつれ込むバトルもすごく多くて、本当にどの戦いも接戦でした。アシストカットは失敗となったようです。1機ずつでのバトル、バトル1、ガンダムバイル対黄金神スペリオルカイザー。モビルスーツアビリティ打破発動、マイナス効果解除したのは黄金神スペリオルカイザー。先行を取ったのは黄金神スペリオルカイザー。アタックゲージパーフェクト。さあ対しますはハイパーディフェンスバースト、バースト大成功。4130のダメージ、ガンダムバイルここで撃破。2対1。バトル2ガンダムエクシア対ガンダム00クワンタフルセイバー。モビルスーツアビリティ爆撃発動、先行を取ったのはガンダム00クワンタフルセイバー。必殺技発動、すごい会場も展開に息を飲んでいるという感じですが、アタックゲージパーフェクト。 50% ガード、1800のダメージ。続いてガンダムエクシアの攻撃、モビルスーツアビリティ必殺技発動。モビルスーツアビリティはね、やっぱこう歴代の戦い見ててもやっぱりモビルスーツアビリティはすごく戦況を左右するので、すごくね会場からも一喜一憂聞こえてくるのがモビルスーツアビリティ。さあアタックゲージはパーフェクト。さあ対しますはディフェンスバースト、バースト大成功。ダメージ500。さあもう1機バトル3シャイニングガンダム対ベアッカイさん。モビルスーツアビリティ打破発動、シシャイニングガンダムマイナス効果を解除しております。さあここも両者スピードバースト、バトルパートナー呼びますバーストエール。こちらも先行は譲らないという感じでしょうか。さあ僅差ですが先行を取ったのはシャイニングガンダム。アタックゲージパーフェクト 50% ガードクリティカル4万を超える大ダメージ、ベア海さんここで撃破。さあ長い戦い勝利したのは K さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。参りましょう。ガンダムトライエイジ出ます。ほう、なるほど。2人ともですね、はい、先ほどやファーストラウンドとはまた一味違ったモビルスーツパイロットを選んでくれていますね。そうですね。絆という文字も見えておりますが、はい、ちらほら。さあそして最新弾、またデルタウォーズ1弾のカードもありますね。さあ両者パイロットスキル発動となっております。まずは第1ラウンド、カレーパンさん攻撃フェーズ、K さん防御フェーズです。カードで攻撃する目標を選んでください。さあ両者どのように仕掛けていくのでしょうか。宇宙での決勝戦、はいアシストカット成功となっております。バトル1ガンダムエピオンエンドレスワルツ対ストライクフリーダムガンダム、両者スピードバースト。私の推しモビルスーツみたいねえガーンときましたねさあここでバトルパートナーを呼んでスピード 250% にアップ。先行を取ったのはガンダムエピオンエンドレスワルツ。さあここでイグニッションカード発動となりました。必殺制圧流星号ですね。4560のダメージ攻撃を封印しています。続いてバトル2ストライクフリーダムガンダム対ガンダム。すごいストライクフリーダムいっぱい見れて嬉しいね。スピードバーストバースト大成功。さあ先行取ったのはストライクフリーダムガンダム。アタックゲージパーフェクト。対しますはガンダムディフェンスバースト、バースト大成功。ロックオンとハロが乗っております。4270のダメージ。続いてガンダムの攻撃、アタックゲージパーフェクト。ここで出ましたね、ストライクフリーダムガンダムデュアルアームズ発動。さあ武装決定したのは追加ダメージ。7080の追加ダメージでガンダム撃破。1対0。バトル2アシストカット成功している黄金神スペリオルカイザーの先行。対しますはホビドゥンガンダム。ホビドゥン初めて実況するかもしれない。私の長い8年の実況人生でホビドゥン言ったの初めてかもしれない。あやめが乗っておりますね。今回のデルタウォーズ2弾が登場したパイロットになります。クリティカル3260のダメージ。続いてフォビドゥンガンダムの攻撃。モビルスーツアビリティレッパー発動。攻撃クリティカルになります。レッパーボーナスプラス3900。アタックゲージパーフェクト。50% ガードクリティカル10320のダメージ。黄金神スペリオルカイザーここで撃破。2対0。さあ2対0で迎える続いてのラウンド。なかなかねここまでの大会、ここまで実況してきたバトルで登場してなかったモビルスーツアビリティやパイロットが登場しているオレージクラスの決勝戦なんですけれども、さっき最初の方で紹介した例えば変形、ね、第4回青少対選抜計画とかでは猛威を振るっていたりとか、もちろん今ね大人気の黄金神スペリオルカイザーもいますし。戦列だと連覇なんかも全国大会で、ね今までもよく見るモビルスーツアビリティでした。やっぱ8年もやってるとちょっと振り返り実況みたいになっちゃう、ところがありますけれども。さあアシストカットは成功となったようです。バトル1ストライクフリーダムガンダム対黄金神スペリオルカイザー。さあどちらも最近参戦したパイロットが乗っております。モビルスーツアビリティ打破発動、マイナス効果解除、黄金神スペリオルカイザー。ここで出ました黄金神スペリオルカイザー、モビルスーツアビリティフルドライブ発動。さあやめのパイロットスキルも加えてアタックバースト。バースト大成功。ここでバトルパートの呼び水一気にいきますね。 50% ガード 18930 の大ダメージ。ストライクフリーダムガンダムここで撃破。2対1。バトル2フォビドゥンガンダム対ストライクフリーダムガンダム。スピードバースト、バースト大成功。先行を取ったのはストライクフリーダムガンダム。対しますはディフェンスバースト、バースト大成功。520のダメージ。ここでストライクフリーダムガンダムモビルスーツアビリティ戦列発動です。相手の攻撃を封印するというね、ストライクフリーダムらしさが出たモビルスーツアビリティでございます。バトル3アシストカット成功しておりますガンダムエピオンエンドレスバルツの先行。対しますはガンダムモビルスーツアビリティ先陣発動。相手のバーストも封じます。さあ必殺技です。アタックゲージパーフェクト 50% から 11,340 の台で、ここでファミレスのタイムリーで粉塵発動、ガンダムここで復活を遂げます。さあ、不沈ではなく粉塵での復活ですので、必殺技で相手に反撃させて、しかしここでイグニッションガード発動。さあ、なんとこの必殺技をイグニッションカードで封じて、ふみなちゃんのメイド服バージョンの、イグニッションカードで、6490のダメージ。ガンダムがここで撃破となりました。素晴らしい兄弟対決見せてくれました。オールエイジクラス、見事優勝したのはカリーパンさんです。おめでとうございます。